こんにちは。えー、山口県豊富市にあります。自在な生骨院ハリキューインの橋口です。今日もよろしくお願いします。えー、今日ですね、僕がお伝えする健康にまつる情報はですね、やっぱこの時期増えてくるインフルエンザについて話していこうかなと思います。 えー、インフルエンザですね。結構皆さんの今学校や職場とかでも流行ってきてるんではないかなとは思うんですけども、まあ結構インフルエンザっていうのも、まあ結構いろんな症状があって大変きついものなので、まあできればかかりたくないと思うので、まあそれに対する予防法だったりをちょっと伝えできたらなと思って話していこうと思います。えー、インフルエンザですね。えっ、ー、とー、まあ、 よく聞く A 型だったり B 型っていうのがよくかかりやすいインフルエンザにはなるんですけど、まあ、症状としては、まあ、高熱、38度以上の熱が続いたりとか、まあ、咳が出たり、喉が痛くなったりとか、まあ、全身がきつく関節が痛くなったり、あとは食欲が出なかったり、今いろんな症状があって本当にきつかったり、まあ、仕事も休まなくちゃいけない、学校も休まなくちゃいけないとか、そういういろいろな えーと、影響があるとは思うんですけども、まあ、そのインフルエンザにならないためにどういったことができるのかというのをお伝えしていこうかなと思います。えー、まあもちろん、えー、と病院に行ってワクチンを打ってもらうというのも一つの手だとは思うんですけども、まあ、ワクチンを打ったからといってかからないとは言い切れないので、まあ、日常の中でしっかりと対策をしていかないといけないのかなとは思います。まあ、まずみんなに、まあ、これはよく言われているとは思うんですけど、手洗いうがいですね。 まあしっかりと外から帰ってきたりしたら、えー、と手洗いとうがいをするっていう。まあ、日常の中で、まあ、意識してなくてもですね、いろんな使い湿先でいろんなものに触ると思います。えーとまあ、ドアノブだったりとか、電車に乗った吊り革とか、まあ、いろんなところにそのインフルエンザのウイルス付着しているかもしれないので、まあ、外から帰ってきた時はなるべくそのウイルスを持ち込まないように、しっかりと手洗い、うがいをするっていうところを徹底してほしいです。えー、もう一つですね、えー、と水分補給になります。 ええー、まあしっかりと体の中ですね、えっと、鼻やったり喉の粘膜にはですね、専門と呼ばれる、まあ体の中の異物を除去してくれるようなものがあるんですけど、まあそれが体の水分不足で乾燥してしまうと、やっぱうまく働かなくて、まあウイルスを体の中に入れちゃうよっていうのとなってしまうので、まずしっかり水分補給をするっていうところが大事になってきます。えー、まあその他にもいろいろあるんですけど、まあしっかりと栄養をとるとか。 栄養バランスのいい食事をとる。しっかり毎日睡眠をとる。っていう点で、しっかり免疫力を落とさない。体が弱った状態だとどうしてもやっぱり病気にもかかりやすくなってしまうので、しっかり毎日健康、規則正しい生活を送るっていうのもすごく重要になってきます。えー、あとですね、以前僕もお伝えしたんですけど、太陽の光を浴びましょうということで、結構今ですね、世界的にも言われているのが、えっと、太陽の光を浴びるとビタミン D っていうのを体の中で作ることができるんですけど、 そのビタミン D っていうのがですね、まあ骨を強くするっていうのはもちろんなんですけど、体の中の免疫機能を高めるっていう点でも今かなり注目されているそうなので、まあそうですね、まあ外に出たら手を洗うっていうのも大事なんですけど、まあ外に出た時は目いっぱい太陽の光を浴びるっていうのも意識してみたら、かなり、えっ、ー、とそのインフルエンザ、まあその他の病気にもかかりにくくなるのかなと思います。なので、えっ、ー、と、まあしっかりですね、これからの季節さらに増えてくると思うので、 皆さんもインフルエンザには気をつけてお過ごしください。今日の動画は以上です。ありがとうございました。